皆さんこんにちは。こんにちは。第3回、ごはんもし、ご受験いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。首都圏模試センターの野尻です。よろしくお願いいたします。首都圏模試センターの立石です。よろしくお願いします。はい。今回、成績が、先週の金曜日に、公開されましたので、そのデータを使ってですね、回答解説の動画をですね配信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。立石さん、今回5年生の、はい、全体の結果を見てですね、どんな印象をお持ちになりましたか？はい、ですね、今回平均点を見ると、全部半分、もしが半分を平均点とするというふうに、で作成されていると思うんですけれども、それに関してよくバランスが取れて、点数も取れたし、問題もバランスが取れた問題だったかなと思います。はい。なんか特に気になった科目とか、そういったことってありますか？やっぱり社会が今回ちょっと、もういろんな、その九州地方、中国、四国、近畿、中部っていうふうに出てたと思う、出題されたと思うんですけれども、これは細かくここまで出てるっていうことは、一つこれは、例えば、これから歴史問題が中心になっていってっていう風な時に、非常にここでやった問題っていうのは後で生かされると思うので、できなかった問題に関しては必ずね、復習をしていただけたらいいかなと思います。はい。では、これから各教科のですね、はい、解説に移っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。